鉄の目、お母さんからの置き手紙、オムライスは温めた夕方には帰ります学校も勉強も大変だけど家事に仕事にお母さんの知ってる。いつもわがまま言ってごめんね。いつも心配にかけてごめんね。今日は早く宿題済ませて私が晩ご飯を作るね。仲がいいのか悪いのかよく似てる親子らしい大きな口でわはっと顔がそのままそっくりだし大学とか将来とかまだわかんないよだけど私はお母さんみたいなママになりたいなって思ってるいつも支えてくれてありがとういつも味方でいてくれてありがとういつか大人になってもいつまでも私はお母さんの子供だよわがまま言ってごめんねいつも心配かけてごめんねいつも支えてくれてありがとういつも味方でいてくれてありがとう。いつか大人になってもいつまでも私はお母さんの子供だよ。私はお母さんの子供だよ。置き手紙おかえりなさいお仕事お疲れ様オムライス作ってみました温めて食べてね先に入れていますおやすみなさいまた明日いかがでしたありがとうございます
ください。